テレ東ビズ。藤井聡太六冠が渡辺明名人に挑戦する将棋の名人戦第4局の2日目が22日、福岡県飯塚市で行われています。これまでに挑戦者の藤井六冠が開幕2連勝で、この対局に勝てば最年少名人位と史上2人目の七冠に王手がかかります。一方、4連覇を目指す渡辺名人も第3局で反撃の1勝目を挙げています。勝敗は午後に決まる見通しです。